私は代表取締役の鴨友と夫の鴨浩介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちくりとも商店では国内と、海外のレストラン向けの鮮魚卸売業をしております。はい、してます。その鮮魚はイケスでいつも新鮮な状態を保ってお客さんのために準備をしております。はい、見てます。その他に、小売営業も、考えていたんですけれども、このコロナ禍でロスが出るということで、今はですね、注文制で鮮魚小売をしております。その他に、築地の商店街の、ウェブサイト用に、通信販売の自家製の商材などもご用意しておりますので、ぜひ注文の方よろしくお願いします。お願いします。魚とかは何を売られてますか？今の時期は、主にうなぎとか毛ガニですね。人気なメニューとかってありますか？そうですね、今注文が多いのはやっぱり毛ガニですね。毛ガニが多いです。これは体重どれぐらいですか？800g から1 kg ぐらいですね。がですね、京都の宗太郎ゾウスさんっていうところ、こちらにお願いしてお魚が美味しく食べれる代々ポン酢を作ってもらいました。何回も何回も調合し直してですね、お刺身につけてもお魚の味が死なないような濃度で、もちろんお鍋にも召し上がっていただけるんですけど、そういう便利なお魚が美味しい代々ポン酢になっています。こちらがもう大人気、お魚のカレーセットです。魚のその時の状態で変わるんですけれども、魚介類を使ったカレーが2種類と、お豆のカレーが1種類、全部で3セットで売ってます。このカレーは何味なんですか？具体的にはインドカレーとスリランカカレーのような感じです。あと、うちのこれも名物漬けなんですけれども、ずっと西京漬けが人気、ご好評いただいてたので、いろいろ作りましてですね、新たにこちら、韓国風、インド風、タイ風、そして中華風の今、5種類で漬けは展開しています。これは、鮭です。それも季節によって変わります。今の5月、6月ぐらいは鮭。鮭。おすすめの味とかってあります？韓国だね。これがね、すごい人気で、韓国風ご飯にものすごく合うんですね。これこのまま食べて、おつまみにしていただいてもいいんですけれども、この甘辛い味がお好きだったら、フライパンにクッキングシートを敷いて、このソースが絡んだままゆっくりゆっくり焼くっていう2種類の食べ方ができると思います。全部手作り？もちろんです。これは通販のサイトとかでも買えます？はい、通販でしか売ってないです。あ、でもお店に来ていただいたらお売りします。昨年の秋に、卸売業だったところを転居してこちらに引っ越して、卸売業と小売で、大きいお魚屋さんをやろうと頑張っておりましたが、なかなかコロナが明けず、今は卸売業に専念しております。なんですけれども、まだこのお店を盛り上げていきたいと思って、今一生懸命通信販売の商材を作ってます。来ていただいたら、在庫があるものはもちろんお売りしますし、ケツに入ってるお魚とかもさばいてお売りすることできるので、ぜひ築地に足をお運びいただいて、うちのお店も顔を出して寄っていただけたらと思います。築地の商店街の通販サイトも盛り上がっておりますので、ぜひそちらをご利用いただけたら、それも嬉しいです。また YouTube の方登録よろしくお願いします。